of Fukushima. From the people of Fukushima, this program will continue to speak to the world. Voice of Fukushima. 今月は福島県大熊町の方々にお話を伺っています。4回目の今回は大熊町から避難し、現在はペットとともに仮設住宅で暮らす小暮和夫さんのボイス後編です。震災当時、原発関係で仕事をしていたという小暮さんに原発事故について伺いました。Today's Voice。今問題続発してるんでしょう。自分ものにはあのベテラン熟練した人がかなり原発から貼られるんですよ。ほんで今ほとんどが乗船関係だから、原発経験ない人、ある程度年いった人が経験ない人がかなりその今の原発内に入ってきてるという。自分も40年ちょっと原発一筋でやってたんですけども、あのですね、電気関係から制御関係、例えば原子力発電を起動させたり、そういう重要な水圧で制御して あれするんですけど、そういう燃料関係とか、例えば燃料交換機の点検とか、そういう、まあ、重要なポイントのうちの会社はそういう関係でやってた会社なんですよ。まあ元の社員仲間に聞くと、もう原発離れちゃったっていう人がかなり多いんですよね。なぜかというと、そういうみんなかなり技術持った人で、誇りを持ってこの原発の仕事に従事した人が多いんで、今そういう、なんていうんだ、自分の技量を発揮できる職場じゃないでしょ、変わっちゃったよ。朝鮮関係を、汚染水関係のあれで、だから、原発一筋でずっとやってきたのもかなり離れてるんですよね。で、今あり不具合が多いのは技量不足とか、そういう作業員が多く入ってきてると思うんですよね。11日は金曜日だったんですね。たまたま仕事の関係で休みで、自分はその時福島第二原発の方だったんですけども、11日金曜日はちょうど仕事休みだったんですよ。で、震災になった時は車を運転していわきの方面に行ってて、その帰りに震災に遭遇したんですけども、もうこの地球終わりかなと思うぐらい揺れましたね。車ひっくり返るんじゃないか。それでいわきから50キロぐらいなんだけども、大熊の自宅まで5時間ぐらいかかっちゃって、燃料はもうほとんど空っぽ状態で、なんとかうちにたどり着いて、もう道路が陥没して、国道に行ったり戻ったり農道走ったりして、ようやく帰ってた状態。それで今度避難、翌日避難になっちゃったから、自分の車は燃料空っぽで、で息子の子が軽自動車で、5人で軽自動車で田村郡の体育館の方に避難したんですけども、小暮さんは原発で働いていた当時、原発の安全性についてどう思っていたのでしょうか。いや、自分は福島第一原発とかは、まあ、世界一安全安心な原発だと総理思ってたし、こんな事故が起きるとは絶対予想もしなかったし、津波対策やっていれば、あと実際津波以外に地震の関係でどれだけ損傷したかっていうのは今まだ解明もされてないし、本当に津波だけだったもんだな、がその辺も疑問に思うところは少しありますね。最後に小暮さんの思う復興について伺いました。まあ、奥町に関してはもう 100% ここは自分は無理だと思っていますので、なぜかというと今
各方法で挑戦して票を吐いたものを今袋にのずみにしてあるんですよね。それで中間貯蔵しつつこれからボーリング調査とかやってるんですけども、それを大熊町に9カ所から10カ所中間貯蔵しつつに各方面からそこに中間貯蔵を作りますよね。中間貯蔵施設っていうのはもう永久ですよね、はっきり言って。だから大熊町にはほど戻れないと自分は思ってるんですけども、まあせめてですね、復興面でもですね、例えば地区、まあ大場の話100年とかっていう人はあるところに土地を求めて新たな家を建てるっていう金額というんですか、それ到底低いんですよ。だから古いうちほど思い出もいっぱい詰まってるね。だからその古いとか新しいとあんまり差をつけないで、よそに同じ規模の土地を求めて家を建てれるぐらいな保証ですね。それを一番強く望んでるのはそうなんですよ。自分は築6年だからまあまあの保証金額になると思うんですけども、そのかなり古いうちで本当に土地を求めて家を作るっていう金額にいかない人がいっぱいいるんですよ。だからせめてまあこんな仮設に住んでてね、ある程度年いっても80過ぎ90とかいっぱいいるんですよね。でまあ極端な話、仮設で死んじゃうわなって言ってるお年寄りいっぱいいるんですよ。だからこう仮設じゃなくてもっと何て言うの、復興住宅、もう今実際復興住宅で入札やってるんですよ。あれみんな不成立なんですよね。まあ建設業者が県の方で出してる見学では赤字になるとかって、だから全然先が見えてない。そうすれば年いってる人っていっぱいいますから、こんな仮設住宅に5年もなっていたらね、大変ですよね。だからもっとしっかりしたところでですね、済ましてあげてられればなと思うんですけどね。もう完全に復興って無理ですから、せめて年いった人がね安心して住めるようなところですね。大熊町の復興はないと思うと話した小暮さん、今は仮設住宅での暮らしが長引くお年寄りの方たちのことも気にかけています。ボイスオブ福島、今回は原発関係での仕事の経験を持つ小暮和夫さんのボイスでした。ナビゲーターは久保田彩乃でした。 We will continue to share the voices of Fukushima to the world.